人いるんで、よし、行ってきまーす、行ってきまーす。こんにちは、すごい並んでますね。寒いんで気をつけてくださいね。行ってきまーす。それでは改めまして、プロディ、私、この船の会長を務めます、エージェントナンバー02844と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。この船はですね、道頓堀川を下りまして大阪湾に出て太平洋に到着し、そのままアメリカロサンゼルスまで片道3ヶ月間のお旅となっております。はい、で3ヶ月ということは、皆さんこのメンバーでバレンタイン過ごしますので、チョコをもちろんお持ちいただいてますよね。そのつもりで来ていらっしゃった方、あ、いらっしゃらないですねチョコはね、おやつに含まれませんので、ぜひメモってきてくださいね。というのは嘘で、この船は先ほど私、調査船と申しました。私は隊長ということは、皆さんは新人単位、新人単位ということになります。新人単位ということになります。皆さんには2つミッションがございます。1つ目、先ほどみたいにですね、岸にいるネイティブ大阪湾と言われる人たちにですね、大きく手を振ってこんにちはであったりとか言ってみてください。で、ネイティブ大阪湾の特徴はやたらとノリがいいというところでございます。なので繰り返してくれたら、彼はネイティブ大阪ですっていう調査を皆さんでいたしましょう。で、2つ目です。2つ目は、なんとネイティブ大阪やたらと橋を架けて